皆さん、こんにちは。ブロガーの笠子です。ネット発信、いろんなツールが出てきて、どれをどう使いこなそうか迷っている人も多いと思うんですけれども、ネット発信の基礎としてまず考えるべきことは、ネット発信のツールには大きく分けて2つあると考えると非常に分かりやすくなります。1つはフロー型、もう1つはストック型。まず自分が使っているツールがフロー型なのかストック型なのか、まずそこを確認することが必要となります。どんなものがフローでどんなものがストックなのかというと、フロー型というのは SNS です。Twitter、Facebook、Instagram、いわゆる一般的な SNS は全てこのフロー型に含まれます。今流行っているクラブハウスなんかも、これも完全にフロー型となります。一方、ストック型のネット発信となると、ブログや YouTube となります。ストック型というより、よりコンテンツ型に近いツールとしては、Kindle、Amazon Kindle なんかも挙げられます。じゃあ、どんなふうにこのフローとストック違いがあるのか、見ていきたいと思います。まず、フロー型の特徴としては、流れてしまうというのがあります。Twitter なんかが分かりやすいと思うんですけれども、全部の投稿を逐一チェックするって多分無理だと思うんですね。開けた時にたまたま目に入ったものを目にする。よほどね、自分が好きな人とかは遡って見るかもしれませんけれども、あっという間に流れてしまって、過去の投稿を検索して見つけ出されるってことはあんまりないのかなっていうのがフロー型の特徴です。あと、フロー型はリアルタイム重視ということで、SNS なり何なりをこの開けた時に見て、その時にこうね、リアルタイムで共有できるっていうのがフロー型です。なので、逆に言うと、例えば災害情報とか天気の情報なんかは、なぜフロー型 SNS の方がいいのかっていうと、やっぱりこう、リアルタイムだからですよね。今ここで地震が起こってますとか、今ここで停電が起こってますみたいなのは、ブログでやってたんだったらとても間に合わないですけれども、リアルタイムで刻一刻と変化する状況なんかを発信するにはフロー型が非常に向いてます。あとはリアルタイムでね、お互いチャットのように会話をしたり、お互いやり取りしたりっていうのは、やっぱりフロー型の方がメリットがあるのかなと。それからフロー型、流れてしまうというところがあるので、瞬間風速的っていうのがあって、投稿してそれが拡散すればブワーッと広がりますけれども、例えばそれが1年続くってことはなくて、せいぜい1日か2日ぐらいでブワーッと、瞬間風速はすごいんですけれども、長続きはしないということになります。で、フロー型のいいところは、きっかけ作りということで、まずは自分のことを知ってもらうきっかけとして、フロー型のネット発信ツール、SNS を代表としたものっていうのは非常に有効なのかなということです。では、次、ストック型、ブログ、YouTube、Kindle といったようなものになります。ストック型はですね、フロー型とは違って積み上げ型という形で、一つ一つこう、ね、記事とか投稿を積み上げていく感じです。なので、瞬間風速的なこうバズりっていうのは、もちろんある場合もありますけれども、なかなかなくて、長期的に地道に一つ一つこうね、階段を積み上げていくようなイメージです。なので、逆に言うと、過去の資産がどん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 溜まっていくっていうようなイメージで、例えば1年前の記事がなぜか急に読まれるとか、3年前の記事がいまだにアクセス数が100もあるみたいなことっていうのが、ストック型のネット発信ツールの場合は起きやすいということになります。なので、フロー型よりも長期的ということで、短期的な成果というよりは、長期で見て、1年発信して記事が365個たまったら、なんかいつの間にかすごいことになってたよねみたいな形で、SNS と違って、いきなりこう一つの投稿でブワーッと広がって、いきなりもうそれがすごいみたいなのは、なかなか難しいのかなと。もちろん、ストック型のものでも、短期的にブワーッと瞬間風速になるようなものありますけれども、どちらかというと、それは SNS、フロー型でそれが拡散されるからっていうところが大きなところなのかなというところです。それから、これも大きな一つの特徴ですけれども、ストック型の場合はマネタイズがしやすいということで、フロー型でもマネタイズできるものもあるかもしれませんけれども、ストック型の方が、例えば YouTube やブログだったら、例えば広告収入につなげるとか、自分の仕事の宣伝をするみたいなことで、ストック型のものではマネタイズがしやすいというのがあります。
もちろんフローでも、それを、ね、うまく使って、そのままマネタイズするっていうこともできるかもしれませんけれども、まあ、マネタイズしやすいのはストック型なのかなというところです。まあ、特にこのストック型でマネタイズという意味では、Amazon Kindle なんかはその一つの例なのかな。まさに値段がついていて買ってもらうという形になるので、まあ、発信ツールとしては非常に有効なのかなというところです。ということで、それぞれメリット、デメリットがあります。なので、これ、どっちかを使えばいいってことじゃなくて、フローとストックをいかに組み合わせるのかっていうのが大事だと思います。ただ SNS だけをやっていると、やっぱりそのストックがたまっていかないので、まあ、ブログなり YouTube なり Kindle なりにまとめていく必要もありますし、かといってストックだけやっていてもなかなか成果が現れにくいので、やっぱり SNS を取り組む必要があると。まあ、なので、このフローとストックの割合をどう組み合わせていくのかっていうことが大事です。じゃあ、それどういうふうに組み合わせたらいいのかっていうと、それぞれの発信の目的によって変わります。例えば、ね、仕事獲得に結びつけたいっていう目的なのか、いろんな人と出会いたいって目的なのか、例えば、Amazon Kindle を売りたいのか、それともお店に来てお客さんになってほしいのか、それとも、何かね、オンラインでセミナーを受けてほしいのか、それともね、占いのセッションを受けてほしいのか、みたいなことで、まあ、仕事なのか遊びなのか、そしてその仕事の内容は何なのか、そしてその発信によって自分は何を成し遂げたいのかっていう目的が大事なので、この目的を明確にした上で、その上で、じゃあ、こういう目的を達成するために、じゃあ、それだったら Twitter と Blog の組み合わせがいいよねとか、まあ、例えば Twitter とノートの組み合わせがいいよねとか、まあ、例えば、Facebook と YouTube がいいよねみたいにして、フローとストックの割合を発信目的に合わせて、ご自身で考えていただく必要があるという形になります。というわけで、今ね、クラブハウスなんていう新しいツールが出てきたり、あとは最近では音声配信、ラジオ的なもので発信できるツールも増えてきて、いろんなツールが出てきてどうしようっていう人いっぱいいると思うんですね。ツイッターもやって、フェイスブックもやって、インスタもやって、今度はクラブハウスもやって、そしてブログもやって、YouTube もやって、Kindle もやって、どうするんだみたいなことになりがちですけれども、まずは自分の目的を明確にして、それに合ったツールを選んで組み合わせていくということで、まあ、そうすることによってネット発信だけに時間を取られず、自分の人生の目的を達するためにネット発信ができるんじゃないかということです。まあ、この戦略的なネット発信については、ネット発信戦略セミナー6000円で講義データを売ってますけれども、こちらの方に詳しく解説してありますけれども、まあ、これ見ていただければ分かる通り、フローとストックがある、そしてそれをどう組み合わせるのか、そして自分の目的は何なのか、ここだけを確認するだけでも、だいぶですね、ネット発信の整理ができるんじゃないかと思います。